はい、こんにちは。ぬいりし川みなみです。本日の動画は会社員と個人事業主、自分は一体どっちが向いているのについて動画で取り上げたいと思います。それぞれなってはいけない人の特徴をピックアップして、どっちタイプが自分もね、合っているのか診断する問いかけを紹介していきたいと思います。それでは早速動画の方行ってみましょう。はい、それでは会社員と個人事業主、どっち向きについて動画で解説していきます。本日の目次はこちらのような流れになっています。目次です。まず、会社員の強みと弱点について解説。そして、個人事業主の強みと弱点 について解説そして、ここで、どっちタイプ診断自分にはどっちが向いているの真似なってはいけない方を、ここで診断、判断してもらえたらなと思います。そして、最後にアドバイス。このような流れで本日の動画進んでいきますので、お願いします。事業専門の税理士で、Twitter、Instagram、TikTok の方もしています。オンラインサロンも運営してますので、気になる方は概要欄からお願いします。チャンネル登録もぜひぜひお待ちしています。それでは、本日、最初のね、会社員の強みと弱点について見ていきたいと思います。まず、会社員の強みからです。 収入が継続安定ってことですね。こちらは毎月毎月遅れなくその給料日にね、確実に給料が入るっていうのがやっぱ会社員の強みかと思います。j 営ゲの場合だとね、必ずこの日までにね、毎月毎月定額が入るっていうことはないので、これは会社員ならではの強みかと思います。またね、怪我や病気をしてね、会社を休んだとしてもね、収入がストップするっていうことがないというのも大きな強みではないでしょうか。そしてこちら、有給ボーナスがあることですね。これやはりね、ボーナスの時期になると j 営ゲの方やっぱ羨ましいなっていう話をよく聞きます。有給があるっていうのはね、仕事休 ならねジェイ業はその分ねあの何か保証されるってわけじゃなくそのままお金にならないということがあるんですけども会社員の方はね休みを取ったとしても有給で休めはきちんとその日の分の日給まあね保証されるっていう風なことになると思いますあとねボーナスがあるっていうのもすごく大きいんじゃないでしょうかはいそして福利厚生があることですこちらはね会社によってね福利厚生手厚いところそうでもないとかあるかと思うんですけど皆さん意外と自分の働いてる会社でどんな福利厚生があるかっていうのを知らないとかね分かってないっていう方がいらっしゃると思います例えばねあの宿泊施設の補助があったりとか提携 してるところだとあの割引まあ、安くなったりするってことがありますので皆さん自分の会社どんなね複利構成があるかっていうのを一度チェックしてみるっいうことがおすすめです次です住宅ローンなどの借り入れが通りやすいというのが会社員の強みではないでしょうかやはりね社会的信用が高いので特に金属年数が長くなればなるほど住宅ローンなどの借り入れの審査は通りやすくなります次にカード審査も通過がしやすいですカード作ろうという時にね審査入る時には会社員の方が自営業よりも通過しやすい傾向にあると思います金属年数が多ければ カードの上上上限限額額がががすすぐにっ、ね、っったりととかかか最初からら、ね、多いいいいを持てるってるるう方もいらっしゃるかと思いますそして次、社会保険料の半分を会社が負担してくれる。これはすごく大きいですよね。国民年金、事業の方だとね、国民年金かけてると思うんですけど、それだとね、事業の方は全額自己負担なんですけども、会社員になると、国民年金保険や健康保険を会社が半分負担してくれます。 要はね、社会保険料等の半分を会社が負担してくれているということになります。これ、給料から自動的にね、転引きしてるとね、すごい支払ってる感もね、全額負担よりは軽減されるんじゃないかなと思います。はい、そして、厚生年金のための老後の資金が手厚いってことです。社会保険料ね、先ほど国民年金ね、会社員の方かけてるって言いますけど、この国民年金っていうのは1階建てって言われているものでして、その2階建て部分にあたるのが厚生年金です。この厚生年金を会社員が買ってきてるっていうのが、ロゴの資金が手厚い理由になります。自営業の方だと1階建て部分だけのみになるので、老後の資金が ね、不安という方ね。ただでさえ老後の資金が足らないと言われているので、やはり1階建ての国民年金のもう1つ2階建ての厚生年金を積み立ててくれるって言うのはすごく大きいメリットだと思います。そして次、次企業年金制度がある会社があるってことですね。これはさらにその厚生年金の上、乗せの3階建てと呼ばれる企業年金制度というのがあるんです。これ、全ての会社さんがある制度ではないんですけど、ある？会社さんは企業年金制度があります。なので、こちらね。自分でね。選んでかけていった方がね。老後の資金がさらに手厚くなるのでいいかと思います。これはやはりね。この社会保険料の半分を会社。 とこの厚生年金のかけているそしてさらに企業年金制度があるというののは会社員の大きなな強みかなと思いますそして最後、自分で税金の計算の必要がない。要はね、確定申告を自分でしなくてもいいということになります。会社員の方だと会社で計算されて、会社の方で手続きをしといてくれます。自営業の方だとね、自分で確定申告を作るためにね、死にね、提出,出期限に万うにやるっていう話聞いたことあると思うんですけど、会社の方は基本的には自分で税金の計算が必要ないというふうになっています。会社の方が全てやってくれます。中にはね、あの、もう一つ、副業があると とかフリーランスしながら会社員兼業してるって方とかまあ、不動産所得があるとか。別の所得があるって方は確定申告しないといけないんですけど、普通に会社員として一つだけ、そこの一箇所だけから給与をもらっていて、収入がそれだけという方は基本的に確定申告の提出をする必要がありません。あと、例外としてはふるさと納税をしたとか、医療費控除があるって方は申告必要になります。はい、それでは次にね。会社員の弱点、まあね。弱みについて解説していきたいと思います。まず一つ目辞めると収入が止まるってことですね。まあ、もちろんね。有給消化して、その後。 を辞めてしまうと、まあ、給料のね入金がストップしますので辞めると収入が止まるというのが弱点かと思います。事業の方だと例えばね廃業したといってもそれまでにした仕事で後々入金されるっていうものがあるのでちょっとタイムラグがあって辞めてすぐに収入が止まるっていうことはないかなと思います。そしてこちら給与アップが難しいですね。いくら頑張ってもいくら努力してもなかなかね給与アップ会社によってルールがあるのでそれ以上の給与アップをねしたりとかあとね上司よりも買うえて給料が上がるっていうことはなかなか難しいと思います。中には営、ね、業成績がいい っていう方でね、給与がどんどんアップしていくっていう会社にお勤めの方もいるかと思いますけど基本的にあの今のご時世はね昔のように定年退職まで勤め上げればどんどん給与アップがねしていくっていう体制ではありませんのでなかなか給与アップするっていうのは難しいんじゃないでしょうか。 そしてこちらです。経費の計上ができない。これね、ビジネスしてる人とかね、自営業してる方はね、経費が計上できるよねっていう話、よく聞くと思うんですけど、会社員の方は基本的に経費の計上はできません。会社員の方はどちらかというと、自腹で出したとしても経費と出せないので、まあ自分で払うか、もしくは認められるなら会社の方で生産するっていうことがなるかと思います。でも生産されてもそれは会社の方の経費であって、自分のね、給与のとこから経費のね、計上ができるってわけではないので、この辺の経費の計上ができないというような言い方になるのではないでしょうか。この弱点 メリットにに悩んんでででいいいいる方方がが会社員のはは圧倒的に多いんじゃななしょううか。ここれは人間関係が選べないっていうことです。どういうことかと言いますと上司を選べないですよね同僚も選べませんあと誰と一緒組んでチームでこの仕事をしようっていうのも選べません指示が来てあのやると思うんです誰と誰さんが好きだからとか前回やったからねうまくいったから今回もそのメンバーで組んでできるっていうのはできないように人間関係は選べません隣の席も選べない、まあ、要は人間関係が選べないということが弱点デメリットかなというふうに思います そして次です。拘束時間が長いですね。これは勤務時間ももちろんなそうなんですけど、通勤時間をかけてね、あの長い人だと1時間半とか2時間かけて会社に通勤するっていう方もいると思うんですよ。そうするとやはり拘束時間が長い。さらにそれにまあ残業がプラスアルファされたりとか、週末出勤をしたりとか、祝日出勤。もちろんね、代給がもらえる場合もありますけど、やはり拘束時間が長いっていうのが会社員のデメリットではないでしょうか。そしてこちら。今時やはりまだまだ副業禁止の会社が多いです。まあ、副業がね、堂々とできないってなるとね、 ちょっとね、精神的に負担がかかりますので、その黙ってやっぱりね、するっていうのは良くないので、副業禁止の会社がまだまだ多いっていうのがこのデメリット、まあ、弱点ね、やりたいことがあるにしたらもうできないというところがデメリットの点じゃないでしょうか。そしてこちらですね、リストラや会社が倒産、これね、あのリストラ、まあ、例えばね、たまたまそのリストラの、ね、枠のねあの年代にはまってしまったとか、条件にはまってしまった、まあ、家族がいないからとかね、単身だからっていうので、こういう風なリストラの枠にはまるってことがあります。コロナの影響によよっててね業績が、ね、ダウンしてるような会社 たくさん中小企業ありますなのでたまたまこのうんまるクリストラの対象に当たってしまう不安というのもあるでしょうし、あとね会社が倒産する不安っていうのもあるかと思います。今どきねどの会社がね潰れるかっていうのは本当分かりませんし、どの会社ならね絶対に潰れないという風に言える時代じゃないのでこの辺が不安要素になってくるのではないでしょうか。ジェイの場合もあの潰れないってわけじゃないんですけども自分が代表なので潰れそうだなとかしか利益がずっと出してなくて赤字経営だなっていうのはご自分で把握してるんですけどこの会社員の場合は九州合併もそうです。 吸収合併されることになりましたってニュースで自分の会社が吸収合併されるんだってその時初めて知るとか、まあ、新聞のニュースで知る普段ね流れてくるテレビのニュースで知るっていうのが多いように会社員の方が知らないっていうケースが結構多いんですよその急に来るっていうのがね不安要素になるんじゃないかなと思いますはいそれでは逆に次にね個人事業主のね弱点強みと順番に見ていきたいと思いますはい実力次第で収入がアップすることですね、えー、と頑張れば頑張るほど収入がアップするってことですね結構自営業の方だと前ね会社員の時代より収入上がりましたとかね多くなりましたとか、ね いう風なケースがありますもちろん中には逆の方もいらっしゃるんですけど、まあ、頑張れば頑張るほど実力次第で収入がアップするっていうのが個人事業主自営業の強みではないでしょうかそして2つ目仕事を自分で選べるっていうことですねこの仕事を受けるか受けないかの采配が自分にありますので仕事を自分で選ぶことができますもちろんね起業当初は軌道に乗るものはね、まあ、とりあえずどんな仕事も受けないといけないというような時期があるかと思うんですけど軌道に乗ってくるとだんだんと例えばね人で選んだりとか仕事の内容で選んだりとかで価値観が似てる 方と仕事をし始めたりとか、あとはね。値段の折り合いがつかないまあ。企業当初はね。多少安くても受けてたんだけど、まあ、軌道に乗ってきたらこの料金じ所取ってできないなっていうので、料金で選んだりと自分で仕事を選べるようにだんだんと徐々になってきます。はい、そして働く時間が自分で決められるっていうのも強み。まあメリットだと思います。朝方の方はね。朝早くからね。仕事スタートするっていう風うにもできますし、朝弱いなっていう方はね。スタート時間もゆっくりしたりすることもできます。自分がどういう働き方をしたいか、時間を決められるっていうのがかなり大きなメリット。で ではないでしょうか。そしてこちら、通勤のストレスが軽減。だいたい自宅の近くにお店があったりとか事務所があったりすると思うので、例えばね、会社員に1時間から2時間かけて通勤するっていう通勤のストレスがかなり軽減されるんじゃないかと思います。そしてこちら、人間関係の悩みも軽減されます。もちろんどうしてもね、あの自分に合わないなと思う方いると思うんですけど、これね、最初のここで紹介したように、仕事を自分で選べるようになってくるとどんどん、要は嫌な人と付き合うっていうことが減ってきますので、人間関係の悩みがかなり軽減

まあ、働きの、ね、方法を自分で決めるっていうことで自由度が高いっていうのが、まあ、自分で独立起業するっていう最大のメリットではないでしょうか要はね料金体制だって本来自由ですしあのどんな風にビジネスをしたって、まあ、法を犯さないとか犯罪方面ではなければ基本的にビジネスで自由なはずなんです。まあ、みんなんなないいろもものに縛られていますけども 本来自由度がこの高いというのが私は自営業個人事業主の大きなメリットじゃないかなと思いますそしてこちら、まあ、ありがたいことに定年退職がないってことですね会社員の場合だとどうしても定年退職何歳ってきますよね延長されたりねいろんなね働き方あるかと思いますけどそれ以上ねもう働きたくないよって方ももちろんいると思うんですけど自営業は定年退職がありません、まあ、その代わりね年金が国民年金だけ基本というねちょっと手薄な部分もあるのでこの定年退職がないから長く働けるということでなんとかこの年金がね手薄なところをリカバリーというで かね。カバーできるんじゃないかなと思います。まあ、働こうと思えば70歳とかね。最近のね。60歳とか全然元気なので、えっ70超えてもあの仕事されている方っていると思います。この税理士業もやはりね。定年退職がないので、年配の方、実際にまだまだね。現役で働いている先生が多い業界です。次はじゃあ個人事業主の逆に弱みについて紹介していきたいと思います。はい、個人事業主の次は弱点について紹介していきたいと思います。まあ、こちらですよね。収入が不安定で波があるです、会社員のね。毎月給料日があってそこに。 同じ金額が確実に振りり込ままれるっていうことはありません収入がねいい月もあれば、まあ、低い月、まあ本当にないなっていう月もあると思うのでかなり収入が不安定で波があると思ってくださいそして社会的信用度が会社員に比べると低いというのが現実だと思います、まあ、住宅ローンの借り入れ、まあ、車をね購入したいからローンを通したいとかね、まあ、カード申請そういうものの社会的信用度が低いため、まあ、通りにくいという弱点デメリットがありますそしてこちら次は仕事とプライベートがだんだん曖昧になるそうですね スイッチの入れ替えオンとオフのスイッチが切り替えてきたと思うんですけど自営業になると仕事とプライベートがだんだん曖昧になりがちまあオンとオフがきっちり分けれなくなってくるっていうのが、まあ、弱点っていうかね皆さん悩みになったりするようですまあここはうまくね工夫をしてうまくこのオンとオフ作れるようなシステムにしてしまうかもう仕事とプライベートが曖昧になってくるのと同じようにもうなんか遊びなのか仕事なのかっていうのが分からないっていうその線もだんだん曖昧になってくるんですよあの不思議と。なので、ね、そのあたりをまあデメリットと捉える人もいればまあメリットと捉える人もいる とにかく仕事とプライベートというのは曖昧になるというのが弱点、デメリットかなと思います。そしてこちら、24時間仕事のことを考える生活に変わる。ちょっとオンとオフの切り替えと似てるかもしれないんですけど、なんか遊んでいても家族と過ごしていても、どこかあの仕事のことが頭にあるというか、隅っちょの方に、ね、絶対24時間ずっと仕事のことがあるというような生活になってしまいます。というか覚悟してたけど、本当にそうなんだねという風に皆さん口を揃えているので、やはり24時間仕事のこと、常に、ね、考えることになるかと思います。職業病というのもあるかと思います。 普通にね、家族とご飯食べに行っても、やっぱり気になるじゃないですか。いろいろなんか値段どうなってんだろうメニューどうふう風にしてるのかなとか、システムとかね、裏のキッチンが見たいなとかいう風になったりして、結局、24時間仕事のことを考える生活になります。そしてこちら、相談相手が身近にいないことですね。会社だとあの飲み会とかね、行ったりすると、みんなでこう、なんか、あんなことあったとかね、なんか上司の愚痴言ったりなんかして、ちょっとスッキリするじゃないですか。そういう相談相手が身近にいないっていうことですね。自分が代表なので、なかなかこう、愚痴をこぼす相手もいなかったりとか、まあ、同じ企業仲間だとしても、やはりね、気を許した 相手同士じゃないとビジネスの相談ってなかなかできないんだよねとかやはり同業の方は一応まあライバルだからちょっと話しづらいとかありますよねそういうねちょっと話したくないこととかそういう相談相手が身近にいないというのが、えー、デメリットのようですそしてこちら判断決断決事項が圧倒的に多いですねもちろん代表なのでね悩む時間がある場合もあればもう即決しないといけないというふうに判断せざるを得ないっていう時もあるのでその例えばねいつもいい判断なことばかりじゃないですよねまあ団長の思いで判断しなきゃいけないっていうこともありますしいてうこともありますし手 撤退しなきゃいけないとか引かなきゃいけないっていうような判断もなるべく早くしなければいけないという風なことでまあ、決断や判断する事項が多いというのがまあ、大変なんじゃないでしょうかそしてこちらですね責任が全部自分にあるってことですね責任がやはり全部自分にあるので自分の判断自分の言ったことを普段のね 仕事へのスタイルとか責任が全部自分にあります。会社員時代のようにね、なんかミスしたとか間違えた時にね、お客さんとかに謝りに行くのに上司がついてきてくれるとか、そういうことはありませんので、全部自己責任になります。ここが結構精神的に大変だなと思う方が多いんじゃないでしょうか。そして最後こちらですね。確定申告が必要ってことです。こちらはやはり自営している以上、まあ、確定申告を自分でしないといけない。まあ、税金を自分で計算してしないといけないという負担が大きいかと思います。これはね、確定申告だけじゃなくてね、まあ、スタッフを雇う時の書類とか、あと給与計算、えっ、ー、と、その他も 出さないといけないものとかね、あの公的機関に出さないといけない書類、提出しないと書類っていうのが意外と結構多いんですよ、地味に。そして分からないので、皆さん結構ここはね、めんどくさいなとか大変だなと思う点だと思います。まあ今ね、あの、持続化給付金とか、まあ結局補助金、給付金出てますけど、いろいろ。あれもね、結局自分で情報取ってきて、自分で調べて、自分で申請書類をね、作成して提出しないとやはりもらえないので、自分の自営業の方は独立企業してる人はそういう手間がかかる、まあ大変な面ではないでしょうか。 これね結構判断基準になるんじゃないかと思いますあの向いてない方に行かないための診断というか判断基準に使ってほしいなと思って紹介をします順番に行きますね人生は安定が一番だという方はやはり会社員向きかなと思いますもうね本当に安定一番なら公務員をおすすめします自営の方って結構この困難があったりとか課題があったりすると燃えるタイプっていう方がいるんですよなんか安定じゃなく多少刺激が欲しいとか不安定要素がある方が燃えるっていう方がいたりしますのでそういう方は,やはり自営に向いてますしやはり人生安定一番っていう方は会社員 がいいいいいかななと思まますすこの辺りはね判断ミスししようにお願いしますそして、こちら、協調性があり、弱たり上手。これはね、やはり会社員向きかなと思います。協調性があるっていうのは大事なことかと思います。また、弱たり上手って言うんですけど、これはね、自営業の方は結構コミュニケーションスキルが高かったりね、営業が上手かったりして、あの、弱たり上手な方いるかと思うんですけど、なんか私思うんですけど、自営の方ってあんまり協調性あるように見えて、協調性ない人が多いんですよね。要は独立タイプのまあ、一人狼みたいな、一匹狼タイプの方が多いので、協調性がなんかあるようでなかったり、何かがすごく欠けてたりしたりして、 じゃないです私も自分もそうなんで協調性あるように見えて,てあ全然ないのでそうなんですよなので協調性があって弱たり上手な方は会社へ向けかなと思いますそしてこちら頼まれた仕事をきっちりコツコツ、まあ、こなせるこれも会社へ向けかなと思いますもちろんね自営業の方もね仕事ほっぽり出して自由にしてたら仕事信用なくしてね仕事来なくなるので仕事はきっちりこなすんですけどその頼まれた仕事をきっちりこなすこなし方に問題があるんですよまあ問題があるって変ですけどあのアレンジしたりするんですよねあとこういうやり方じゃなくてこういう方法でやったらもっとうまくいくんじゃないかとか自分理由 ややり方でやってしまったりとか、まあそれがうまくねコート出ればいいんですけどまあそれがね時間意外とかかったな失敗したなっていうことも多々あるかと思うんですけど頼まれた仕事はやるんですけども結構アレンジしたりするっていうのが自営業の癖な気がしますなので皆さんはどっちタイプかこちらの方でね判断していただければと思いますそして次借り入れに抵抗が強いもうねどうしても借金に抵抗が強いって方は会社員の方がいいかと思いますやはり企業ビジネスするには、えっと、借り入れが、ね、ある程度必要になるっていうケースが多いのであとずっと借金がある借金があるとか借金返済しなきゃ返済しな なきゃという風に精神的に負担をすごく感じてしまう方は、やはり会社員向けかなと思います。そしてこちらですね。孤独に耐えられないまあ、やっぱね。一人狼っていうとことか、相談相手がなかなか身近にいないよ。っていう風に言ったように、やはりなんか相談しながらみんなで何かしらやりたいとかいう方は孤独に耐えられないというタイプの方は会社員の方が向いてるかなと思います。自営業の方って一人で行動したりするのが好きというか耐えられないってことないんですよね。だから、結構一人でご飯行ける人とか、まあ、映画一人で見に行けます。とかいう方も自営業の方に多いと思います。全員が全員ないですけど、そしてこちら。 誰かに指図されるのが嫌これがねどうなのかですこの診断に結構私大きく影響するかなというふうに個人的に思うんですけど自営の方とか社長の方ってこの誰かに指図されるのすごく嫌とかねストレスがかかるって方が圧倒的に多いんですよねこういうふうにしてこういうふうにしてこういうふうにしてこういうふうにやってねいや好きにやらせてよっていうのが自営業向きタイプですきちんと説明してくれないと仕事がこうできないとかこういうふうにしてほしいっていうふうに言ってほしいっていう方は会社員向きかと思いますとにかくこの誰かに指図されるのが嫌とか我慢ならないっていうのは自営業向きタイプです 業向き独立企業向けかなという風な判断基準に使ってください。あとなんか許可を得るのが嫌っていうのが私ありますね。これ例えば YouTube する時も会社員だったら例えば許可を取らないといけないですよね。こういうことをやりたいんですけどでも一人で自分でしてるとやろうと思うからやろうかなっていう風にすぐこう動けるっていうのが私は個人的にメリットなのでやはり自分は自営業向けだったのかなっていう風に思います。はいそして自分のペースで仕事がしたい。まあこれはね会社員の方も自営業の方もそうだと思います。本当はね自分のペースで仕事がしたいと思うんですけどそこをまあ自分のペースで仕事ができなくてもが 我慢できるかかどうでです。我慢できる方は会社員になれますし全然我慢できないまあもう指図されるのも嫌だし自分のペースを崩されるのが嫌って方は自営業向きですねはいあと必要なのはこのが必要になってきます。ついついねあの独立記号すると誰も見てくれる目叱ってくれる人がいないのでサボっちゃうとかねダラダラしちゃうとかこう人が見ていないとなんか人の目がないとできないというタイプの方は自営業するときついんじゃないかなと思いますだから自己管理能力が高い人が自営業向きかなと思います といいう,うに思います、まあこれもね自己管理能力がね高いにね会社員の方でも越したことないのでもちろんね自営業だから自己管理能力が高いというイコールではないですそしてこちら自己実現したいものがあるこれはね夢やねやりたいことがあるっていうことは完全に自営業向きかなと思いますこういうサービスがあったらいいのにこういうふうにしたらなんか世の中変わるんじゃないかなっていうものがあって起業される方が多いので自己実現したいものがあることは圧倒的に起業向きかと思いますということでね今ね紹介したようなもので自分がどっちタイプなのかきちんとね事前に診断をするっていうことが 大事かと思います。把握してしないと、まあ向いてない方に行ってしまうと精神的負担がきついですので、自分はね会社員向きなのか、まあ、自営業向きなのか、どっちタイプなのか診断判断基準に使ってもらえたら幸いです。はいまとめです。弱みとね弱点をよく理解してください。今ね紹介してたように会社員の強みと弱みって結構真逆ないようで、いやもうなんかジャンルが違うみたいな感じの話ですよね。なのでその弱みと強みをよく理解して、自分にはどっちにとって心地いいか、自分はどっちの方が向いてるかっていう方を選べばいいと思います。もうどっちが正解とかいいとか とかいうのではない、のでそういうういいいいいい問題ででででははななのののよく理解しししてて自分にととっていい方を選ん今回の動画まとめまめた、はい、それではね、本日の動画の内容は以上になります。ぜひぜひチャンネル登録の方お待ちしております。あと、いいねやね、コメント、グッドボタンもらえると励みになるので、ぜひぜひよろしくお願いします。あと、インスタグラム、ツイッター、ティックトックやっておりますので、そちらの方もね、違う情報が流れておりますので、SNS のフォローの方もよろしくお願いします。はい、オンラインサロンを私は運営しています。税理士川南の会議室ということで、オンライン オンライン上で税理士を味方につけることが可能です。月額制の完全会員制。これメンバーにならないと中身は見えないようになっています。オンライン上で相談や質問がいつでも OK です。普段私、料金表だと1時間1万円もらってるんですけども、このね、メンバーになるといつでも相談や質問をすることができるようになります。それが1つ目のメリットかと思います。そして2つ目のメリットは税理士の裏側を公開してるということです。普段ね、ビジネスどういうふうにしているかとか、あと YouTube、TikTok の裏側、フォロワー数の SNS のフォロワーの増やし方などなど、まあ、経理や税金、補助金の新しい情報 が出たらすべてオンラインサロンの方に投稿投げておりますまあ、ここだけにしか今ほとんど投げてないですねそれがね税理士の裏側を見れるっていうのが2つ目のメリットだと思いますそして3つ目ズームサロンを定期的に開催していますここではえっ、ー、とサロンメンバーとのコミュニケーションと私ももちろん参加するので横のつながりが得れる情報交換ができるっていうのが大きなメリットかと思いますオンラインサロンについてはね概要欄に url を貼っておきますのでぜひそちらの方からご検討ください はい。それでは本日の動画の内容は以上になります。いつも最後まで見てくださる方、本当にありがとうございます。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。